その日、R さんは近所の公園にいた。ベンチに腰を下ろし、楽しそうに遊んでいる子供たちの様子を眺めていると、砂場に薄汚れた段ボール箱が置かれていることに気づいた。前日に降った雨のせいか、箱は表面がびっしょりと濡れ、そこに砂や落ち葉がくっついてひどく汚らしい。あんなところに箱があったら邪魔だろう。R さんはベンチから腰を上げると、砂場へと向かった。箱をどけようと手を伸ばしたが、その汚さに思わず手を引っ込めると、思いっきり足で蹴り飛ばした。ギャー。箱の中から男の絶叫が上がった。その声に、公演中の人たちが、一斉に R さんを見る。慌てて箱を拾い上げたが、濡れた段ボール箱は手の中でくしゃくしゃと崩れ、べしゃっと足元に落ちた。改めて確かめたが、中には何も入ってはいなかった。公園を出るとき R さんは、砂場の木の陰に、ホームレスの小屋が並んでいるのに気がついた。木の根元には、誰かが置いたペットボトルのお茶と、しおれかけた花が見えた。保育園に通うベスさんの娘、和子ちゃんは1年ほど前、変なことを言い出すようになった。今日は関本先生とおはじきをして遊んだの。毎日帰ると和子ちゃんは、その日関本先生と遊んだことを楽しそうに S さんに話す。しかし、S さんには関本という名前の先生に覚えがない。新しく入った先生なの。と尋ねると、ずっと前からいる先生だという。気になって、ママ友に尋ねてもみな、関本という先生は知らないという。子供の頃は、よく想像の友達とかを作ると聞いたことがある。きっと、関本先生も、娘の想像なのだろうと S さんは思うことにした。ある日のこと、保育園から帰ってきた和子ちゃんは、いつものように関本先生の話を始めた。それは楽しかったね。明日も関本先生と遊ぶの。うん、これから遊ぶの。これから？うん、先生もそこにいるよ。そう言うと和子ちゃんは S さんの肩口を指さした。先生がね、ママは今日お友達とお寿司食べてたって。S さんはその言葉にゾッとなった。確かに昼間、近所のママ友と外でお寿司を食べた。しかし、それを娘が知っているわけがない。呆然とする S さんをよそに和子ちゃんは、奥の部屋に向かうと、壁に向かって何かを話し始めた。その姿に S さんは声をかけることができなかった。あれから一年、今も時々和子ちゃんは、真夜中に布団の上で一人誰かと喋っている。相変わらず、関本という名前に思い当たる節はない。真夜中、F さんが日課のジョギングで、いつものコースを走っていると、不意に近くで奇妙な声が聞こえた。それは、人とも犬とも区別のつかない、遠吠えのような声。立ち止まって辺りを見渡すと、30メートルほど離れた道の上に、黒い人影が見える。街路灯も少ないため、ここからでは容姿まではわからないが、体格からして男らしい。男は、雲の垂れ込めた空を仰ぎながら、その場に佇んで、時折空に向かって雄たけびを繰り返している。あいつの声だったのか、芝居の練習でもしてるのか。気になってしばらく見ていると、やがて道の向こう側に車のヘッドライトが見えた。車は男に気づかないのかスピードを落とさないままこちらへと走ってくる。危ない。ヘッドライトの光が男を飲み込もうとした瞬間、
男は足元に吸い込まれるようにして姿を消した。車が通り過ぎると、F さんは慌てて男のいた場所へ駆け寄った。見ると、そこには下水のマンホールの蓋。一瞬ここに落ちたのだろうかと思ったが、蓋はしっかり閉じられている。耳元で不意に声がした。慌てて振り返ると、自分のすぐ後ろに男が立っている。男は F さんを気にする素振りも見せずに空を仰ぐと、再び声を上げた。F さんは今もこのコースを走っている。男は今もいる。A さんは実家にいる頃、祖母の部屋が怖かった。物心ついた頃には、すでに祖母は亡くなっていたが、部屋は祖父の意向もあって、そのままになっていた。部屋の中には、祖母の遺品が残され、壁際には嫁入り道具だったという、霧のタンスが並べられている。長い間使われていないため、湿った匂いがこもり、昼なお暗い室内は A さんにとって嫌な場所だった。小学校低学年の頃だった。ふと夜中にトイレに行きたくなり、A さんは目を覚ました。しかし、一人でトイレに行くのは怖い。おい、起きろよ、おい。隣に寝ている弟に声をかけたが、叩いても揺すっても起きる様子がない。仕方なく、一人でトイレに行くことにした。暗い廊下を歩いていると、祖母の部屋の中からカタカタと、木のぶつかるような音が聞こえる。こんな夜中に何だろう。襖の隙間から、部屋の中を覗いた。室内は真っ暗で、すぐにはわからなかったが、どうやらタンスの引き出しがカタカタと小刻みに揺れている音のようだ。何だろうと見ていると、少し開いた引き出しの中から、すっと白い手が現れ、引き出しの縁につかまると、やがてゴムのようにねじれながら、狭い隙間から花嫁衣装を着た女の上半身が現れた。その時 A さんは、部屋の中にもう一人いることに気がついた。それは、祖父。タンスから少し離れた部屋の真ん中に座り、タンスから出てくる花嫁の様子を満足げに眺めている。A さんは、その時なぜか、見てはいけないものを見た、と感じ、慌ててその場を離れた。あの夜見た花嫁については、とうとう祖父が亡くなるまで、聞くことはできなかった。タンスは祖父の死後すぐに、両親がどこかに売ってしまい、今はない。硫黄島からは何も持ち出してはいけない。自衛隊にはこのような暗黙の了解がある。W さんは自衛隊に在籍中、一度だけ硫黄島に行ったことがある。日米による統合演習に参加するためだったそうだ。演習は数日間にわたって行われ、終了後、W さんたちの部隊は、再び本土に戻るため、輸送艦に乗り込んだ。夜寝ていると、W さんは耐え難い頭痛で目を覚ました。こめかみに、ギリギリと締め付けられるような痛みが走る。船酔いにしては、あまりにも症状がひどい。気づけば周りの同僚たちもベッドの上で、自分と同じように具合の悪そうな声を上げている。その時 W さんは部屋の隅で、こちらに背中を向け、佇んでいる男の姿に気がついた。ボロボロになったカーキ色の戦闘服に、今では使われていない古びた形の鉄兜をかぶった男は、苦しそうにベッドでうなっている同僚の刑を見下ろしている。あれは、旧日本兵だ。突然の出来事に頭の痛みも忘れ、W さんが見ていると、
うわー。突然、他のベッドでうなっていた同僚が大声を上げ飛び起きた。うわー、わあ、うわー。その声がきっかけで、部屋中で同僚たちが次々と声を上げ起き上がった。気づくと、部屋の隅にいた日本兵はいなくなっていた。目を覚ました同僚たちに話を聞くと、同僚たちは口々に、硫黄島の夢を見ていたと言った。夢の中、気づくと明かりもない暗い洞窟の中を、必死に逃げ回っていたという。足元の至るところには仲間たちの遺体が転がり、外ではアメリカ軍からの艦砲射撃の音が繰り返し聞こえてくる。間近で響く戦車やマシンガンの音に怯えながら、硫黄の熱気がこもる洞窟の中を一日中走り続けた。夕方、敵の攻撃の音が止んだのを見計らうと、新鮮な空気を吸うため、明かり取りの穴から頭を出した。次の瞬間、目の前が赤くなったかと思うと、顔を火炎放射器の炎が襲った。顔が炎に包まれると同時に、鉄兜の下の髪の毛が一気に燃え上がる。必死に息を吸い込もうとするが、肺の中には猛烈な熱気しか入ってこない。暑さと呼吸困難で、地面の上をのた打ち回っているうちに目が覚めたのだという。翌朝、騒ぎを聞いた長官が、部屋にいた同僚たちを質問すると、ケイが、実は、と、肺脳の中から、小さな石を取り出した。それは白い表面に、うっすらと黄色みがかった石。W さんの目にはそれは石ではなく、骨のかけらのように見えた。長官はそれを受け取ると、硫黄島から物を持ち出すと、こういう目に遭うんだ。と、言い残し部屋を出て行った。翌日、輸送艦が港に着くと、石は輸送機に乗せられ、硫黄島へ戻された。